こんにちは。こんにちは。高橋美希でございます。そして野田郁美です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日のもう超スペシャルゲストということで、郁美さん初の対談ですね。はい、郁美さんとの関わりってもう何年ぐらいになりますかね。もう時期2016年から関わってるから、はい、7年、まあ、もうすぐ8年ですね、はい、わあすごい、8年越しの対談動画ですけども、はい、いかがですか。なんか意外な感じがしますね。確かにもうやってる感じ。そうですよね、するする、はい、実はの郁美さんも、まあ、知らない方はいらっしゃらないと思うんですけどももう原点にして頂点みたいなプロフェッサーの中でのっていう感じがするんですよね。もうすごく人気のカウンセラーさんで、まあ、今日対談動画ということでいろいろ根掘り葉掘りお聞きしていきたいと思うんですけども、はい、郁美さん、さあこの8年の中での劇的ビフォーアフターというのをぜひお聞きしたいんですけども、はいはい、郁美さんってそもそもこう何がきっかけで講師力の世界に足を踏み込んでくださったっていう、はいはい、好きな人がいたんですけど、なかなかうまくいかず、その方とは同じ職場だったんですけど、その方が辞めることになって、辞めちゃったらもうどうにもならないと思って講師力の世界に足を踏み込みました。ありがとうございます。この講師力、最初見ていただいてその印象っていかがでしたか。ね、よくGoogle 検索ですよね。あ、確かに講師力怪しいって出ますけどね、うんうんうん、はい、怪しいとかどういうものなのかっていうのは あんま見なくて、ミキさんのブログのお客様の感想とか叶えた人の報告みたいのを見て、やっぱいっぱい叶ってる人がいる気がすると思って来たっていう感じがしました、最初は。ありがとうございます。実際に足を踏み入れていただいてのまずこう変化というかはいかがでしたか。当時は何をしてるのかよく分かんないまま進めてって、へー、はい、なんかミキさんに言われてることに答えて、うん、アドバイスいただいた通りにやって、なんとなく現状がどんどん良くなってるんですけど、何をしてるのかは全然分かんなかったって感じでした。あ、そうなんですか。じゃあ、その例えば知識だったりとか、はい、なんかその中身を勉強していくっていうよりは、はい、当時私のアドバイスだったりとか、そうです、それを実践してくださってるうちにどんどん良くなっていったっていう、はい、そうですそうです、もうザ体感型なんでしょうねきっと郁美さんは。勉強しようとはしてるんですよ私だけど全然わかんないんですミキさんがなんでその質問してるのかとか、なんでそういう答えになったのかとかが全然わからずに、私には無理だって思ったっていう感じ。どういうことですか何がなんかもうマスターできないこの学びはみたいなマスターしてなかったらこんな人気者にはならないでしょうけどもね多分講師力メットが終わるぐらいにミキさんに何回もなんか私全然分かってませんとか使いこなせる気がしませんって言ってた気がします。それはね、実は私も覚えてるんですよ。このままじゃお金が無駄になっちゃいますとか言ってた気がします。そうで、私が当時感じていたことってこの方の言ってることと動いてる現実のこの最大の矛盾は一体なんだろうっていう現実はめちゃくちゃうまくいってる、でも本人が置いてきぼりみたいなだからよく言うじゃないですか、自分の出したオーダーに自分がついていけなくなる時が必ず来るみたいな言葉があって、まさになんかその感じだったのかなっていう印象も今だったら思うんですけどもね。劇的ビフォーアフターということで、この恋愛はもちろんのこと、ご結婚もされて、で思い切ってこのプロフェッサーという道も選んでくださったじゃないですか、はい、これももしよかったらお聞きしたいですね、せっかくですから。なんかお金が無駄になる気がするって言ってたほどの方が、はい、なぜまたこのプロのカウンセラーとしての道を、それこそお仕事を辞めてまでですよね、うん、選んでくださったのかっていうのもぜひ今こそのエピソードをお聞きしたいですね、うん、はい、片思い、なんか好きな人と伸びかずっていう風に入った世界で、その人と成就して結婚してお仕事も辞めて一本でやっていけるなって、こんな私ができるってすごいことだよな、こうしよくってって思って。へー、そう、こんな私っていうのは例えば、あ、今日も言いましたけど、はい、もう
魅力が一切ないって感じなんですよ。太ってるし、自信がないし、いつもネガティブだし、本当に自信がない私がなんでこんなことをやってるんだろうってなって、すごいことだぞこれはと思ってからみんなに教えたらすごくなるんじゃないかと思って、で実際に生見さんの元で学ばれた、まあ、代表のお弟子さんといえば大門久枝先生だったりしますけども、はいはい、いかがでしたか、その皆様の変化っていうのも。自分もそうですけども、やってて皆さん本当によくなられてるから、あやっぱり本物だなっていうなんか実感が、はい、ありましたね。ありがとうございます、はい、プロフェッサーっていう道を選んでみて今の気持ちはいかがですか。あでもなんかプロフェッサーになったからこそより進化できた感じはありますね。まだまだ生見さんって今後それこそのビジネス、つまり起業される女性の方、例えばカウンセラーになられたい女性の方、それこそプロフェッサーですよねになりたい女性の方にすごく力を入れていきたいっていう気持ちがあるじゃないですか、はい、どういう方をプロフェッサーにもぜひなっていただきたいっていう。自信がないとか、あとは今の人生が平凡で嫌だなって思ってる人とか。でも私生見さんのすごいところってもう本当に一択で素直なところだと思ってるんですね。なんか分からないけどやってみようとか、はい、分からないけど例えば私は言ったことだから、あじゃあそうなんだってまずは受け取っていただいたりっていう、はい、理論的な邪魔する理論的思考がないと言いますか、そこがいつもピュアで、そこがすごい最大の魅力なんじゃないかなって思ってるんですね。はい、すごく素直で、多分私も印象があるんですけども、今までの生見さんがうまくいってきた理由って、はい、とりあえず聞いてみよう、とりあえずやってみようみたいな、うん、っていうところだと思ってます、うん、私は。はい、そうかも。ありがとうございます。だと思ってます。はい、なので、なんか生見さんのところにこれから来られるプロフェッサーになりたいっていう女性の方も、ぜひですね、このとりあえずやってみよう、うん、とりあえず聞いてみようっていう方に、来てもらえたら、なんかすごくピュアで、はいはい、素直で純粋な気持ちでうまくなりたいとか、うん、幸せになりたいっていう方のそのプロカウンセラーザ・イクミチームができるんじゃないかなと思ってますね。はい、はい、知りたいですね。 ありがとうございます、うん、今後のイクミさんの叶えたいこと、はい、プライベートのことでも、はい、今プロフェッサーとしてすごく活躍されてますけども、今後さらに叶えたいことですとか、はい、いかがですか。叶えたいことは、はい、一軒家を買うことと、一軒家なんてすぐ手に入りそうですけどねあとは大規模でのセミナーっていうのを やりたい。すごい。でもここはまさに挑戦の領域ってやつですか。すごい。気持ち的にはまだ追いついてないですけど、もうやった方がいいんだろうなっていう感じです。自分の中の自分がそう言ってる感じ。すごい。大規模の人数でのセミナーだそうです。皆様これ私も今から確実に宣言できます、絶対参加した方がいいと思うのでぜひですね、その機会タイミングが来ましたらぜひ皆様チェックしていただけたらと思います。ちなみに生見さん、今回対談ということですけども、はい、何か私にご要望があれば、ご要望何なりとお申し付けいただけたらと。私はもう今後も生見さんとこう末永く良きお付き合いができたらと思ってますけども、はい、生見さんはいかがですか。私も全く同じです。ありがとうございますということで、今後も末永く生見さん、はい、本当にご活躍されると思うので、売れるとか人気になるにおいて一番大事なものを持ってる方だと思っております。私はなので皆様ぜひですね、一度生見さんのもとを訪れてみてください。本当に人生が変わると思いますので、それこそ自信がない方とか、うん、ネガティブだったりとかっていう、そういう方はぜひお待ちしております。生
久美さんからは皆様に何かメッセージがあればいただいていいですか。こんな私でも変われますかって思っている人ほど変われるよって本当に言いたいし、絶対変えられる自信があるので、ぜひ私のもとへ来ていただければと思います。はい、ありがとうございました。本日スペシャルゲストということで野田育美先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。